では離陸します。昨日、神石高原町の山あいを飛行したドローン。イノシシを捕まえるためのある装備が施されていました。ドローンからイノシシが嫌がる超音波を出し、あの山にいるイノシシを追い込んで捕らえます。人間に聞こえない超音波を発信する装置です。2機のドローンが山の中腹から麓にかけてなぞるように飛び、真下に超音波を当てる作戦です。飛行の音は聞こえないので、これがまあ行きますよね。で、超音波にびっくりして走り出すので。神石高原町はこの10年間でイノシシの捕獲数が3倍に急増。特に農作物の被害が深刻で、対策が急務になっています。去年11月に最初の実証実験を実施。ところが回収行こう。軽トラで。2機のうち1機が地形データにはなかった木に引っかかってしまい、飛行不能に。イノシシも現れず、思うような成果を上げることができませんでした。今回はずっとこう流れたのがバンバンバンって感じで超音波が飛んでいくっていう、どういったんですかね、メリハリがあるというか。超音波を出すタイミングに変化がつけられるようにし、事前の飛行テストで安全性も確かめました。追い込んだ先には地元の猟友会が待ち受けます。こういうね、跡が上に上がっとるじゃないですかね。これ1週間ぐらい前に来てるよね。イノシシの痕跡も見つかり、万全の体制でリベンジに燃えます。来たら足止めなきゃいけないね。緊張するんですよね。計画通り2機のドローンで合わせて30分間超音波を出すことができましたが、残念ながら今回もイノシシが姿を見せることはありませんでした。今回、設定した山には個体がいなかったので、もう移動していなかったのではないかなというふうに思っています。1ヶ月ぐらい前から場所を決めて地形を計算しながらやってるんですけども、前日とか当日の朝ですね、山を見て足跡があるとか、こうイノシシがいそうだっていうところにドローンを飛ばしてですね、追い込みができたら一番いいかなというふうには思ってます。神石高原町ではドローンの機動力を高め、今年4月以降の再リベンジに挑みたいとしています。